辻広之は日本の指揮者、東京芸術大学音楽学部声学科卒業。在学中より著名指揮者のもと新作を含む多くのオペラプロダクションにて副指揮者、合唱指揮者を務め、国内の様々な劇場にて研鑽を積んだ。2013年に大田区民オペラを指揮してオペラデビューし、その後もロッシーにジェネレントラや多くの新作初演を指揮。 深い歌への理解に基づいたアンサンブル作りを確立。新作日本オペラから古典まで幅広いレパートリーを広げている。また2012年には、一人芝居と札幌公共楽団メンバーによるアンサンブルによる劇作品年々巨来を指揮。演劇への作曲も2012年、ジョンとジョー、怪物、2019年、クジラよ、私の手に乗れ。 党勢力的に活躍。オリジナルのミュージカル作品の作曲にも取り組み、演劇的に深く解釈された劇音楽への取り組みは深く評価されている。合唱指揮者としても国内様々な演奏会に出演。KO アグネルソサイエティ男性合唱団等、著名合唱団や、東西4大学男性合唱連盟合同合唱等の客演のほか、 関東を中心とする10団体の指揮者、客演指揮者、音楽監督を務めている。オペラの合唱指導でも、その卓越した力量は年々評価され、合唱式を務めたオペラ、百古においては、その合唱を、これは、見事という他はないアンサンブルと力感であった。と評された、オーケストラの分野でも幅広く活躍。2011年には、 千葉県文化振興財団25周年、カルミナ・ブラーナにて、総勢350名の出演者をまとめ成功に、導いた。2017年には、オーケストラ・アンサンブル、金沢定期演奏会にデビュー。その後も、同オーケストラと共に、エーベックス・クラシックス、インターナショナル主催アマデウスライブ、日本ツアーを指揮、また、ジット・オーケストラ、ソウル・モテット・クワイアと共に、 韓国ソウル芸術の殿堂にもデビュー。九州交響楽団や読売日本交響楽団等、著名オーケストラと共演を重ねる。2021年新国立劇場オペラ研修所、終了公演でのチマローザ、悩める劇場支配人では、イギリス、オペラ史上で優雅かつ的確な細やかさで、チマローザの音楽に脈々と流れる歓喜を引き出したと評され、 オペラブファ指揮者としての評価を高めた。2021年10月には、東京芸術劇場にてオペラ、ユーズル新演出を、指揮予定。ありがとうございます。